日本鹿児島県鹿児島市上新町上新町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在、新田村、鹿児島市大和新。郵便番号は890-0055。人口は6336人、世帯数は3451世帯。上新町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市の中央部。 新川河流域に位置している。町域の北方は、中央町、上野園町、南方は、氷本、塗装、西方は、田上、岳市、東方は新たに接している。西部を南北に、鹿児島市電に系統が通っており、町域内には、中洲通電停神田電停市立病院前電停がある。西端では、 九州旅客鉄道の鹿児島本線とイブス枕崎線が合流しており、その付近に鹿児島車両センターがある。南部には日本タバコ産業鹿児島工場があったが、2005年に閉鎖され、2015年5月1日に梶山地町にあった鹿児島市立病院と高来町にあった鹿児島市交通局の電車施設が移転した。新たという地名は、 鎌倉期より小園名として見え、薩摩国のうちであった。研究8年の薩摩国図伝長の記述にあるのが、初見であると考えられており、大隅ただし8万両であったとされている。室町後期から戦国期にかけては荒れ、棚と書かれるようになった。江戸時代には、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在のうちで、村高は、天保豪朝では三百十七国余り、 急行給料取調べ庁では1525国余りであった。1879年に新た村の一部から下新田町が分立した。1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令。 第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が、市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの新た村は、鹿児島市の大技、新たとなった。1911年9月30日には、市村の境界変更により、 鹿児島市大技、新たの内城が平、芝生サマ、笠松平、高原、高坂江古、神賀、平、神賀、佐古、丸岡、堺波様、小原、大原、三尾原、熊木佐子、大波様神賀尾、神賀尾、神賀原、真米、騎士の下、内城が、鹿児島軍西部田村大技鏡に編入され、同時に、大技、新たの残部は、大技から、町となり、 上新田町に解消した。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市街地域の住居表示に着手した。西鹿児島駅前一帯において、町会長名の変更が実施されることとなり、1970年に、鹿児島市、上新田町及び上野園町、部長、西田町の各一部より、 中央町が設置され、上新田町の一部が、上野園町に編入された。翌年1971年7月1日に、高来、新田地区において、住居表示が実施されることとなった。これに伴い、新田1丁目及び、新田2丁目が設置された。1973年12月3日には、天保山町、鴨池町、 下新田町の各一部にあたる下新田、天保山地区において住居表示が実施されるのに伴い町域の再編が行われた。下新田町、天保山町、上新田町の各一部より、下新田一丁目、鴨池町、上新田町、下新田町の各一部より、下新田三丁目が設置された、1974年7月8日には、氷本 鴨池上ケ、新田地区において、住居表示が実施されることとなり、それに伴って、町の区域の再編が実施された。それに伴い、上新田町、群元町、鴨池町の一部より、氷本一丁目が、新たに設置された。1975年6月27日には、部、西田地区において、住居表示が実施され、上新田町、部長の一部より、 1> 部イ1丁目が設置された。1986年2月10日に、東多賀美地区において、住居表示が実施されることとなり、上新田町、多賀美町の一部より、多賀美2丁目が設置された。2012年には、上新田町の内住居表示未実施の区域において、住居表示が実施された。以下の表は、国勢調査による、 小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市交通局、九州旅客鉄道鹿児島車両センター私立、小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。